世界のムスリム分布図。マーリク方学派は北アフリカで優勢なスンナ派の一方学派である。ケルアンの大モスクは旧世紀よりマーリク方学派の最も重要な中心地の一つとして名声を得ている。ケルアンの大モスクはチュニジアのケルアンに存在する。マーリク方学派はスンナ派におけるイスラーム方学の学派の一つ。マーリキ方学派とも表記される。 4大法学派のうちで2番目に大きく、ムスリム全体のおよそ25%がこの法学派に属し、北アフリカ、西アフリカ、アラブ首長国連邦、クウェート、サウジアラビアの一部で有力である。かつてはイスラーム支配下のヨーロッパ、特に北アフリカ一帯からアンダルスの主な政権で有力な法学派として発展し、シチリア首長国 EN、EN、 エミラテ・オブシシリーでも有力であった。マーリク法学派は8世紀に活躍し、当時マディーナにおける法学の権威であった、マーリクイブン・アナスを瞑想としており、マーリクの死後その弟子たちが、イスラーム世界各地にその学説を広めたことで、発展した。マーリクの著作、特に、ハディース修正書、ムワッターと、ムダワナを法的見解の源泉としている。 ムワッターは神聖なものとされ、ブハーディのハディース修正書、神聖集に収録されているハディースにマーリクの注釈をつけた先週である。ムワッターとはもともとハディース集の様式の一つで、方角的なテーマ別に預言者、ムハンマド由来のハディース、及びムハンマドと同時代を共有した最初の世代のムスリムである共有たちの原稿などを配列したものを言った。 スンナ派法学でのムワッター形式のハディース集は特にマーリクのものが最もルフシ権威あるものと認められてきたため単にムワッターといえば通例このマーリクのムワッターを指すまでに至っている。マーリクのムワッターではマディーナの人々によるアマルの実践を扱っておりハディースに記載された様々な形でのアマルを行うことを認めている。初期の方学では 悪しき行為によって信仰は消失するか、また人間の行為の主体は神であるかあるいは人間であるのかという行為の主体性や救済などをめぐる問題が議論され、マーリクもその議論に見解を述べている。その理由は、マーリクがマディーナのアマルオ・ハディースが神聖と認められる一方で孤立しているよりもむしろ生きているスンナであるとみなしたからである。 マーリク法学派の第二の主要な源泉である、ムダワナは、マーリクの長年にわたる弟子であったイブン・カーシムと、その弟子で、ムジュタヒドのサフヌーン・タヌーヒーの二人による共作である。この、ムダワナには、イブン・カーシムとマーリクの勉強会の記録とサフヌーンが、提起した法に関わる問題に対する回答が、収録された。また、本書で、イブン・カーシムは、マーリクの著述を引用しているが、 彼がマーリックから学んだ原理に基づいて自分で言った法に関する推論は含まれていない。以上の2冊の書物は、つまり、ムワッタとムダバナは、マーリックの他の傑出した弟子たちの主張と共に、後期マーリック学派を形成したムフタサルハリールへの道を見出した。マーリック法学派が他の三学派と著しく異なる点は、マーリック学派が法の制定の際に使用する根拠である。 四大学派はいずれも、クルアンを第一の方言とするが、それに次ぐものとしては、ハディースとして伝わっているムハンマドのスンナがある。マーリク学派では、スンナにはハディースに収録されているものだけではなく、四正統カリフ、特に、ウマルの制定した法、イージュマー、キアース、ウルフといったものも含まれる。さらに、マーリク法学派はさ、ラフ、つまり極初期に、 イスラームに改修したマディーナの人々の慣習を方言として信頼していた。これはなぜかというと、こういった慣習の集まりは、サラフの裏側に由来する法とともに、ムタワーティルだと考えられる。つまり多くの人々に知られ、実践されて、きっとスンナの一部であると考えられるからである。言い換えれば、マディーナに住んでいた最初の3世代のムスリム、つまりサラフ。 善良なる先達たちの監修はムハンマドによって用意された、生きたスンナの基本的監修を形成する。方言として信頼できるか論争のあるハディースに頼らなければいけない時に、マーリク法学派のウラーマーは、マディーナの住民に由来するハディースを選ぶ。つまり、マディーナの住民が伝えた伝承を信用する。まとめると、マーリク学派では、マディーナのサラフの、生きた、 スんナによってこそ伝承されたハディースが実証されるのであって他のものによってではない。この点がマーリク法学派をシャーフィー学派、ハンバル学派、ハナフィー学派から区別する最も明確なものであろう。マーリク法学派によればこの方言は時にはハディースに優先する。なぜならばマディーナの人々の慣習はムハンマドが移住してきて住んで死んだ頃と同様に そして、ムハンマドの友柄が生涯を過ごし死んだ頃と同じだけ、生きた、すんなと考えられているからである。結果として、他の方角派におけるよりもサヒーフ・ハディースにより限られた信頼性しかないようであるのに実際には行われている慣習に関係するハディースを重視するようになる。マーリクは人々に対して主張する際には、特に厳密に方言の信頼性を証明したが、無わった。 認められたものという題名の彼の比較的分量の少ないハディース選手は高い権威を持って扱われた。マーリクは以下のように題名を説明したとされる。私はメディナの70人の法学者に私のハディース集を見せたが、全員が私にハディース集の正しさを認めてくれた。だから私はこの本に認められたものと名付けたのである。 モーリタニアの学童もありく法学派で好まれるサラー、つまり祈りの方法は他と少し違う。ありがとうございます。